こんにちは、エリミングです。今日はこれなんだっけ、フライングタイガーでお買い物をしてきたので紹介していきたいと思います。いやー、フライングタイガーいつぶりだろう、行ったことはあると思うんですけど、購入品を紹介したことはなかったんじゃないのかな。買ったことはあったかもしれないかなぐらいの感じなんですけど、行ってみたらもう楽しくてすごい買っちゃったんですよ。7000円ぐらいかな、7,000〜8,000円ぐらい買ってしまって、すごいたくさんあるので紹介していきたいと思います。いや、すごく良かったですよ、なんかもっと奇抜でこう日常生活では使えないようなものしかないのかなと思ってたら、全然そんなことはなかったです。ということで紹介していきたいと思います。いや、お買い物してご飯食べて帰ってきて眠たい。まず、まあ、どれから紹介しよう。まあ、どれがいいかな。まず一つ目はこちら、これはフックですね。はい、ザリガニのフック、ロブスターかなフックですね。いやー、これもう一目見た時からもう欲しくて欲しくて買っちゃいました。見てください、この表情なんて可愛い。わー、可愛い。ここがねフックになってます。で、これ私はマグネットでつけようと思っています。ここが平らなので、ここにこうがっつりマグネットを貼ってしまえば結構粘着があってうまくいくんじゃないかなと思っています。あー、かわいい。結構お店で見たら傷ついてるのが多くて、なるべくはげてないのを選びました。はい、次はこちら。はい、これはプリント付きアルミニウムホイール、アルミホイールですねを買いました。はいはい、テントウムシ柄です。見えますか、中テントウムシなんですよ。かわいい。いやー、うち実は引っ越してきてからアルミホイール買ってなくて、なぜかわからないですけどアルミホイールなし生活をしてたんですよ意外となんとかなってまして、でもまあそろそろ買おうかなと思ってたところにこれを見つけて買っちゃいました。かわいい。他にもね、いろんな柄がありました。はい、次はこちら。はい、これはあれですね、ジッパー付き袋です。いや、私このジッパー付き袋を好きで結構集めてるんですよ。なんだろうな、その下味冷凍したりとか、野菜を買ってきてこう小分けにしたりとか、使いかけのを入れたりとか、チーズを入れて冷凍したりとか、あと小物をまとめるのに使ったりとか、すごいいろいろ使ってるんですよ。で、はい、こっちが何柄？さくらんぼ柄です。さくらんぼ柄。これがパンダ。パンダ柄とさくらんぼ柄を買いました。かわいい。サイズ感はそうですね。どんぐらいかな？このぐらいのやつが一番使い勝手いいかなと思ったので、それを買いました。いや、かわいい。使おう。なんか普段使うものとかずっと使うものってやっぱりシンプルがいいじゃないですか。飽きちゃうし。だからずっと使うものとかはモノクロとか、まあその辺で揃えることが多いんですけど、こういう消耗品は結構遊んで面白いものを買うことが多いです。次はこちら。これは、ペーパーテープです。これこういう感じで、なんていうのかな、ほんとその名の通りペーパーテープなんですよ。
えば日記とか手帳とかにこうペリ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 ってやって貼れるっていうやつですね。のり付きの折り紙みたいな、そんな感じのやつ、はい、でこっちもそうです。これは何だろう、付箋みたいになってて、付箋吹き出しとかね、そういうこうちょっと色柄がついている感じで、これもこうペリペリってやって貼り付けられます。いや最近今年に入ってから5年手帳を書いてるんですけど、ちょっとやっぱり来年とか再来年とかに見返した時にちょっとなんか工夫があったら面白いんじゃないかと思い始めて、普通にね日記を書いてるだけだと黒一色でつまんないかなと思い始めたので、こういうペーパーテープを使ってちょっとしたこうデコレーションというかね、その日の気分に合わせてやっていったら可愛いんじゃないかなと思って買ってみました。いやー初めての試みなのでどうなるかワクワクします。ペーパーテープっていうのを知らなかったので、こういうのがあるんだってちょっと驚きです。いやーいい、良さそう。次はこちら、はい、電卓買いました。ソーラー式です。はい、見てくださいこのクリア感、可愛くないですか？竹チョコの。はい。あー可愛い。なんて可愛い。スケルトン。いやーなんかこうゲームボーイとかゲームボーイアドバンスを思い出すようなそんな感じです。私ご飯を作るときに。2分の1人前とか4分の1人前で計算して作ることが多いんですけど、その時にいつもスマホで、計算してたんですけど、こういうのあったら楽だなと思い始めて、いつもクックパッドを見て作ってるんですけど、そのクックパッドを開きながら別ページで計算機出して、でこうね、ページをこう見ながらやってたんですけど、これがあればそのクックパッドのページ開きながら計算できるじゃないですか。なんかいいなと思って買いました。かわいい、いいな、ゲームみたい。せっかくだからこっちも出そうかな。1枚じゃん。あーかわいいパンダなんかこの顔がいいですね。なんだこの顔。そしてこちらはあーかわいい、あー見えますか、さくらんぼかわいい、かわいい、いやーとてもガーリーでかわいい、わーあーららららら、らかわいい。オーブンいける、うん、オーブンはいけますね。いつもパンを焼くときとかに使うんですけどこれで朝からパン焼くのどんな気持ちになるんだろうな。次はこちら、はい、これは消しゴムです。ミニ消しゴムですね、買いました。いやー見てください、かわいいこのなんかキャラクターの感じが可愛くて買ってしまいました。これはね本当に消しゴムとして使おうって思ってるわけじゃなくて、なんかこう例えばこうショップのおまけとかに入れたら可愛いんじゃないかっていう、そういう気持ちで買いました。あーか意外と大きい。あーこれはなんかオフ会のおまけとかにも良さそう。あー可愛い、ほらあーかわいい、全部出しちゃう。あー豚かわいい、あーいいですね、ほらかわいい、かわいい、出ない、はい、かわいいという、あーかわいい、次は
こちら、はい、これはカートですね。ショッピングカートを買いました。色が3色ぐらいあったんですけど、黄色が可愛いなと思ったので黄色にしました。いやー可愛い。これちゃんとここに子供が乗るところっていうんですかね、ついてます。わー何入れよう。うちには結構ね、いますんで乗れそうな子が。あ、こういう感じで、いやーかわいいかわいい。うちにいるいろんなものを乗せたいと思います。かわいいね、かわいい。次、結構実用的なものがあったって紹介してると思うんですけどあるかな次、はい、こちら、これは DIY キーリングです。これちょっと開けちゃうと汚れちゃうかもしれないから開けないんですけど、こう見えるかな。これハート型になってて、まあ、名前の通りキーホルダー、あ、これが見やすい。こういう感じのキーホルダーが入ってるんですよ。で、中にそのハートに切った紙とかを入れられるっていう、その中に挟めるっていう、そのオリジナルのキーリングが作れるよっていうやつです。いや、このハートの中になんかこう写真とかステッカーとかを入れたら可愛いんじゃないかなと思って買ってみましたどうかな、うまくできたらこうご近所さんにこれあげたい。いやでも変か、自分の写真とかを切ってねあげたらなんだこいつと思われるかもしれない。でもちょっとやってみたかったんですよ、そういったこと。次はこちら、これはマスキングテープですね。デコラティブテープって書いてあります。あ、マスキングテープです。キラキララメラメのやつを買ってみました。これも日記をデコレーションできたらいいなっていう一環で買いました。あんまりないんじゃないですか、このキラキララメラメは、うん、フライングタイガーだからこそみたいな感じがします。はい、次はこちら、はい、これは目です。のりがついている、どんぐり目のり付きって書いてあります。かわいい。目買いました。目玉シール買いました。これはまあ面白いかなと思って買ってみました。いろいろなものに生命を吹き込めるじゃないですか。うちにはねいろいろあるので、いろいろなものに目をつけちゃおうかなと思っています。あとこう料理をする前にね、全ての野菜とかにこれをつけることで、なんかこう味わったことのない気持ちを味わえるんじゃないかと思って買ってみました。よし、次はこちら、はい、これはバードバスです、ね、絵にはこう小鳥ちゃんが水浴びをする用のバスだと思うんですよ、これ。ただうちは小鳥ちゃんじゃなくてリクガメ用のために買いましたいや、これを見た時にギリギリ博士が入れるサイズなんじゃなかろうかと思って普段の温浴がちょっと楽しくなるかもしれないと思ったので買ってみました。正直これは1回できればそれで満足です。完全に飼い主の自己満足で買いました。いやでもこれ本当に小鳥ちゃんとかを飼ってる方にはいいんじゃないかなと思います。あと爬虫類系とかの方にはいいんじゃないかなと思います。いやいいですよこれ、深さもあんまりないから溺れなさそうで良い、おすすめ。次はこちら、はい、イースターひよこです。ひよこです。うわーかわいい。なんとこちらカラフルバージョンもあります。わーかわいい
あー、かわいすぎる。これは完全に衝動買いというやつです。これ皆さんに、配ろうかなイベントの時とかに配ろうかな。かわいい。あー、かわいい。なんか緊張するね、なんかこうことがあった時とかにこう手のひらの中に1匹1羽握ってたらなんかちょっと落ち着きそうな、そんな感じがします。かわいい。次はこちら。はい、これは LP カバーフレームというものです。これレコード入れるフレームかなと思って買ったんですけど、どうかな、違うかなちょっとわかんないんですよ。そのレコードを入れるフレームなのか、レコード柄のフレーム、うん、なのかちょっとわからないです、はい。うちにはあのトタケ系のレコードがあるので、それを入れられるんだったら入れてもいいのかなという。あー、レコード柄のフレームかな。見てください、こういう感じで可愛い黒と緑が可愛くて買いました。可愛い、持ってきました。はい、うちにはこういうトタケ系のレコードがあるんですよ。いや、これ買っちゃったんですけどトタケ系ミュージック、これを入れようかなと思って買ってみたんですよ。これを、中身を入れるってことかな、ちょっとわからないですでもこうやって2つ飾ってもね、可愛いからいいかな。次、あ、ちょっと待って、このバードバス引っ掛けるところついてる。これお風呂場に収納しやすくていいですね次はこちら。はい、これはライトチェーンウォームホワイト LED ライト付きです。これは電池でつく、なんていうんですか、紐のライトです。あの、こういうクリスマスとかの飾りでよく見るやつですね、を買ってみました。いや、一回やってみたかったんですよで、一回やってみたくてつい買っちゃいました。いや、意外と可愛いんじゃないかな。これコンセント使わないっていうのがいいですよね。うち今ただでさえコンセント不足なので、電池で動いてくれるのはすごく助かります。そして最後、はい、こちら、これはライトボックスです。おー、これあのここの文字も変えられるし、ライトの色も確か3色ぐらい変えられるんですよ確か。あ、違う、これピンクかもしれないあ、ちょっと待って、これオンリーピンクかもしれないな。しかも横もピンクかもしれない。あー、間違えた。あー、ピンクじゃなくて白が欲しかったので、ピンクのライト買ってきちゃったな。ピンクかー、マイカーあー、うっかりピンクのやつを買ってきてしまいましたが、まあ、ここにね、インディピンクって書いてみようかなと思って買いました。あー、間違えた。あ、でも100の文字付きで、同じ文字が4つずつぐらいついてるので、いろいろ書けそうです。あー、ピンクだー。あげようかな、これ。よし。ということで、以上です。わー。はい。フライングタイガー、面白かったです。本当に必需品かと言われれば決してそんなことはないんですが、毎日が楽しくなることは間違いないと思います。皆さんもね、もし欲しいなって思うものがあったら行ってみてください。私のおすすめはこのこれですね、このザリガニとこの面白いジップロックじゃない、フリーザーバッグ、とこのひよこかな。いや、もう全部おすすめ、全部おすすめです。ということで、それでは。